憲法の在り方と国家ビジョンというものは深い関係があります。今の憲法は、基本的人権を保障するために、統治の仕組みを定めているわけであります。権力分三権分立、また議員内閣制、地方自治といった基本的な仕組みは、これからも維持していいものと考えます。ただし、国の二院制の関係については、さらなる議論が必要だと。 思います選挙制度も含めて、えー、大きな議論が必要であります。しかし、えー、このお国のビジョンを考えるときに、果たして基本的人権が最大限に保障される、そういう状況が作られているかどうかということは、絶えず点検していかなければなりません。えー、公明党はあこの点について、人間の生命、生活、生存を最大限に保障する人間主義、 いわゆる中道主義というものを党の綱領に掲げている唯一の政党であります。この生命、生活、生存、これを最大限尊重するあり方が、さまざまな福祉や教育や経済や税制その他の政策に現れてくるわけであります。これらを実施するために、公明党の政党としての役割は、 多様な国民の皆さんの意見をきちんと集約して一つの意思形成を図ることに寄与するということであります。さらに、それが説得力を持つためには地域に深く根ざして、特に市町村という生活の現場に根ざして、それらの議員が国民の皆様の生活を目でしっかり確かめる。 また国民の皆さんの声を耳でしっかり聞き取るそしてそれが国政を動かす力になっていく結果を出していくこういう政党の機能が今の日本に最も必要なことだと考えます昨年の東日本大震災これで公明党は野党でありましたけれどもその市町村の議員の活動によって被災地の現状 また、被災者の生の声、これを丹念に丹念につかんで、国政につなげてまいりました。私たちはこれを受けて、具体的な政策として、700項目以上にわたる提言をいたしました。その合意形成の中心となって、今の施策を実行してきたわけであります。野党であれ、与党であれ、こうしたこの生命、生活、生存を、 最大限に尊重する人間主義を発揮するために政党としての力を存分にこれからも発揮してまいりたいと思いますこの度の選挙はそうした視点で政党を選ぶ重要な選挙だと思っております全力で公明党はその国民の期待に応えられるように頑張っていきたいと思います